原平登場録は、軍記物語の一つ。一般的に、平家物語の遺本とみなされている。遠距本に近い形態で、平家物語読み本系書本の中では珍しく、漢文表記であり、巻一上下、巻五、巻八上下のみが現存している。他の、平家物語書本と比較し、平野正門、千橋など、万道八平氏の武君物語や、 妙見信仰に関する大幅な改作が見られ、その内容から、後世のある時期に特定の目的を持って述作されたものと推察できる。このことから、坂東発表し引いては、千葉市総家の系譜の正当性を主張し一族の再結集を図るため千葉氏関係者によって書かれたものとする見解が近年有力となっている。現存していない部分は、 解釈を必要としないので、もともと存在しなかったと見る説もある。冒頭の、義その少女の鐘の声、は、他の、平家物語と同じだが、その先祖を尋ねれば、以降に、独自の造歩が見られ、忠盛清盛に至る国かなれ伊勢兵士の記述はそりゃであり、混乱さえ認められるのに対し、他の諸本にはない吉文について、記述の多くを裂き、 北条氏の家系にまで及んでいる。この造補部分が解説の役割を果たさず帰って、物語の進行を阻害しており、滅び行く平家よりも、坂東の武士団の活躍に力点が置かれた、得意な作品である。原村本の巻一家奥垣に兼務4年2月8日初者と、ありこれを疑ねばならない理由はなく、南北朝時代初期には成立していたと見られている。 建治元年より種が没し変わって宗うだねが九州に下ったことから、千葉市の宗家をめぐる争いが起こり、そして、建武3年10月南朝方についた当主の定種が、北朝方に降伏したものの、11月19日に、いとこの千田種さだが休止したため下宇佐国守護を安堵され、かろうじて宗家を守った時代でもあり、この宗家分裂の危機の時代に十作されたものと、 考えられている。またそれ以前、法事合戦による詰修流の滅亡をきっかけに、千葉市の急戦神が、八幡神から、妙見菩薩に変わり、妙見信仰と千葉市にまつわる説話が創作されたと、する見解があり、薪後についてはこの時代に、十作されたとも推定されている。宗家を継いだ。 聖種をしのぐ、弟常めの台頭による、一族分裂の危機があり、法事合戦でその子衆院が、打たれ、聖種の子孫の千葉助家を中心に、一族の再結集を図るため幼い当主頼種を、養した千葉氏により創作された説話であるとし、頼種のおじであり衆徒である、仙台安氏ダの関与を想定する考えもある。自称、 呪影の乱の後百年を経た時代の作品であり、史実に基づくものではないが、平家物語の本案とされる部分には、遠鏡本以前の古い形態も残り、初戦に敗れた、源頼朝の暴走での同性を扱った、牧号については、あずま鏡の曲筆が著しいこともあって、基本資料である、平家物語や、あずま鏡を補う、ともされ、 文学作品としてだけでなく、歴史資料としての価値も検討に値すると言われている。原平登場6、上 P480、原平登場6、上 P42 から45、原平登場6、上 P482、原平登場6、下 P544 から586、千葉市と、妙見信仰 P52 から53.131から135、 原平合戦時点 P7 から8。ありがとうございます。